で仏教が日本に入ってきたのは大体6世紀の中ぐらいというふうに言われておりますけれどもまさに伝来当初に聖徳太子が日本の仏教っていうのはこういう方向でいくというその方向づけですねしたという。皆様こんにちは。 え本日は、頼住光子先生にえお越しいただきまして、入門日本仏教の瞑想名著ということでお話をいただこうと思っております。頼住先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ今回は、企画といたしましてはですね、まさにその日本仏教の瞑想というか、まあいわゆる人物ですよね。人物とあとそれぞれの方が書いた著作で追っていこうという趣旨なんですけども、ちょうど頼住先生が 北出版社様から、えー「日本の仏教思想、えー、原文で読む仏教入門」というご本を書いていらっしゃいましてこちらでもまさにその趣旨でいろいろな方々とまた原文ですね、はい、をいろいろこう載せてご紹介いただいてるわけですけども先生これはあの原文を読んでいく意味っていうのはどういうところにあると思われますかはいあのー 原文を読むというのはその思想家があの自分の考えをこう表現しようかああ表現しようかっていろいろ考えた末にこう確定した、えー、その表現を。 自分も味わってその世界を共にするとということだと思うんですねですからあのいろいろな仏教入門が出ていて外説書は外説書であのその全体を見るということでとてもいいと思うんですけれどもその思想の息吹に直接に触れるっていうことがその思想家を考える上でとても重要なんじゃないかというふうに思いましてそこであの、まあ、原文のうちで特にこの原文を紹介したいっていうものをいくつか選んで えまあ入門書として書かせていただいたというまあそういうことになります。息吹を感じるというのはとても大事なところですね。だと思います。やはり文は人なりということがありますので、はい、えただこういう思想ですよっていうふうにこう概略を紹介されるよりも実際読んだ方が理解が深まるというふうに考えております。 私ども天0ミニツ TV ですので、もちろん原文を全部ご紹介するということは難しいわけですけれども、一文なり短い文はですね、ご紹介させていただいて、そのまさにいびくに触れていただければと思っております。また、あの、これは、頼住先生のご近所ということですけれども、 えプネウマ社様からですね「悟りと日本人」という本もお書きになっていらっしゃいまして、えー、こちらでは聖徳太子の和の思想でございますとか道元さんの考え方などについてお書きになっていらっしゃいますさてでは早速講義の本題の方に入りたいと思いますけれども、えー、今回取り上げる人物ですが全体こういうような形で考えております、えー、聖徳太子最澄空海元神法然明恵 新蘭道元日蘭とまあこれそれぞれの方々のまさに息吹を感じていただく講義にしていきたいと思っているわけですが先生まず最初にこの方々をまあ一言ずつというと難しいんですけれどご紹介いただくとどういう形になりますでしょうかそうですねあのまず聖徳太子ですけれどもあの日本に仏教を定着させるその方向性を決めた人だというふうに。 考えるることとができるんじゃないかと思いか思ますで仏教が日本に入ってきたのは大体6世紀の中ぐらいというふうに言われておりますけれどもまさに伝来当初に聖徳太子が日本の仏教というのはこういう方向でいくというその方向づけですねしたという、まあ、その方向づけというのはじゃあ具体的に何なのかということにつきましてまたこれから 詳しくお話したいと思いますけれどもその方向づけをしたというふうに考えればいいかなと思います。でその後ですね「最長空海」そして「原信」というのが平安時代の仏教者ということでまとめることができるかと思いますけれども最長と空海はそれぞれ中国の唐に留学いたしましてそして日本に 最澄の場合には天台宗を空海の場合は真言宗をもたらしましてそしてそれを日本に定着させ現在でも大変盛んにその2つの宗派というものが日本で活動しているということになると思います。でこの最長空海をよく考えてみますと彼ら2人は 山にお寺を作ったというまあ大きな特徴があるんじゃないかなというふうに思います。まさにですね、比叡山と小谷山といところで、ね、そうなんです。で、でその以前の例えば奈良仏教を見てみますと、東大寺とか光福寺とかみんなこう、えー、都の中にありますけれども、都の中にあってしかも中国国家仏教になっていたということがあって、奈良仏教はかなりあの政治との関係があのまあ密着するというかあの。 いろいろな弊害も出てきてしまったというようなことがありまして。まさにそ,、ね、その中国仏教というのは国を守るという。そうですね。国を守るという。うね、はい。で、はいえー、まあ、そこの、もちろん、あの、最中にしても空海にしても、中国国家ということは。非常に重視はするんですけれども。それだけではなくて。山奥にこもって。自分たちが修行を深めていく。そこに、あの、教団を作って。 でそこで大規模な教団を経営して弟子たちを育てていくというようなまあそういうこうシステムを、えー、まあ作っていったわけですねそれからあともう一つ重要なのがあの山岳ということなんですけれども、はい、日本では昔からあの仏教も入ってくる前からというふうに考えられていますけれども山をこう聖なる土地として崇めてでそこでまあ修行して、えー、こう霊力といいますか、えー、そういう力を つけて、そして、まあ、人々、まあ、導くというような、そういう、まあ、民間宗教者がいたんですね。その人たちの流れを彼らが、こう、ある意味、こう、受け継いでいったという。山岳の、その、えー、伝統的な宗教と仏教と結びつ,つけていったというところが。やはり、彼ら二人の大きな特色、だから、日本という、まあ、土地の、まあ、宗教性にあった、えー、そういう。 仏教を作り上げていったことで仏教が日本にまあ浸透する大きなこう下地を作ったというふうに言えるのではないかと思います。例えば柳田邦夫さんが「先祖の話」等々のご本で、はいはい、日本ではですね亡くなったらその近くの里山の山に霊が行くとか、まあ、そういうようなことも書いていらっしゃいますけれどもある意味そこの伝統につながるようなものがあるという意味なんでしょうかそうですかね。 非常にその日本人の持っている山に対する神聖なこう見方というものを。非常にうまく取り入れていったという。そういうことが言えるのではないかなと思います。そして、原神ということです、ね。そうですね。はい、原神の場合は、あの、原神とて言いますと、まあ、浄土信仰を日本で確立した人ということで。よく知られていますけれども、まあ、やはり彼の場合はもともと。 もともとといいますか彼はずっとそうなんですけれどもあの天台宗のお坊さんなんですね。で天台宗のお坊さんとして、えーまあ、浄土教を研究して「天台浄土教」というふうに言うんですけれどもそういう流れを作っていった人というふうに考えることができるかなと思います。そそしててこののの天台浄土教の流れが実はあのその後にに書いてあります法然とか 受け継がれていくもちろん100%受け継がれていくというよりもむしろあのさらにこう違う要素を付け加えながら、えー、受け継がれていくということになると思うんですけれども、えー、それでも法然にしても親鸞にしても非常に原神のことは尊敬して、えー、よく勉強していますのでそういうあの大きな流れのこう原点にいる人ということでも 身というのはとても重要な人ですしまたあの日本には浄土教美術といいまして、えー、あの例えばあの極楽のありさまとか浄土のありさまとかまた阿弥陀仏が浄土から迎えに来てくれるライモーズとかそういうさまざまな浄土教美術とかが盛んになるんですけれどもその盛んになった一つのこうきっかけというのは えー、この原神が書いた「往生要衆」という著作になってくるわけですねそういう意味で日本の文化に原神が与えた影響というものはとても大きなものがあるというふうに、まあ、思想だけに限らず広くまあ美術であったり文学であったり大きな影響を与えているというふうに言うことができるかなと思われます。まさにあれででですすねそのお念仏ですので南無阿弥陀仏ののの、はい、とこころがこの原神から 伝統が始まっていいくととうような源氏、ね、の,の,の前にももちろんあったんですけどそれをやはり集大成して確立して、えー、広くこう受け入れられるようにしていったっていうところが源神の,の大きな役割だなというふうに思っております。はい